さあ続いてはですね、なんか見たことのない不思議なものを見つけたんですよ。砂鍋。おお。なあもちは。これなんだこれ。え？すごっ。こんなとこありました？なあ。なにこれ。全然地元ですけど知らないんですけど。確かに。これ何？はい。早速ここでクエスチョン。早っ。この空き地にあるスクールバスであるものが売っております。それは一体何でしょうか。三木谷さん10秒でお答えください。デージムズイ。アメリカンスクールバスです。そう、何なんでしょうかね。アメリカンスクールバスでしょ。はい、ショーはね持ってない。サンドイッチ。お、ありそうでしょ。ということで早速バスの中に入ってみました。バスの中でですね、どんな感じになってるかというと、はい、こんな感じです。あ、本屋さんですね。あ、はい、そうです。あ、そうすか。あ、思い出が打ってるかなと思います。え、でも何年ご来店するしましょう。嫌なコメントだ。ということで正解は本屋さんです。なんでまたこのバスを改造して本屋さんを始めようと思ったんですか。あ、そうですね、一応は茶谷が出身なんですけど、はい、茶谷にやっぱり小さい個人店みたいなの、はい、本屋さんが少ないので、はいはいはい、あのそういったところの場所をちょっと作りたいなと思って、はい、ね、あ、茶谷なんですか。すいません、ここは休養高校っていうところ。全然違う世界の住人です。何この線の引き方。茶谷さあ、こちらのですね、ウルフカットがお似合いの畑中さんなんですけども、ウルフカットっていうのは、こちらね、東京で、まあ、あの教育とか観光のお仕事に携わってまして、まあ、出産を機に沖縄に帰ってきたんですけど、SNS で中古バスが売られていることを発見して購入したと。そんなことある？ちなみに何ぐらいだったんですか。もう全然相場が分からなくて。あ、そうですね、はい、100万。あのこけたら住めばいいかなと思ったので。デージすごいね、かっこいいね。そうなんですよ。そしてですね、こちら畑中さんの優しさを感じる絵本コーナーです。お子さんがあの小さい方でも、うん、あの見やすいように棚をちょっと低くしたりとかして、見やすくして、じゃあお子様向けの絵本とかも充実してるってことですね、うん、そうですね、言ってましたね。言ってたよし。言ってましたっけ。バスとかだと、まああの本に自体にそこまで興味がなくっても、まあ、入り口としてあのスクールバスに乗ってみたいっていうので、まあ、来るかなっていうのでちょっとこういう形にしてみました。おすすめの本とかあるんですか。あ、絵本なんか、お子さんたちにこれいいなとか。そうですね、まあ、お子さんとかあと、うん、まあ、結構万人にっていうか、あのコッコさんの、あの絵本を実は何冊か出されてて、はい、で絵もあの中身も自分で描かれている上に、あの英語と日本語、日本語と英語か、あの、うん、両方実は、あ、本当だ、はい、あ、本当だ、あの描かれているので、日本人の方もアメリカ人の方にも結構おすすめして、はいはいはい、しかも書いてる歌う方が絵も書いてるんだよってあのお話しすると結構喜んであの選んでいかれます。そしてですね、こちら畑中さんから他にもおすすめの本を教えてもらいました。でこちらまずはですね、話のチャンプルーっていう本なんですけど、うんうん、はい、まあ、あんまり知らない沖縄の雑学とか、あ、そういうものが意外に。パンチパーマは沖縄で生まれた。マジで。わかんないですけどね。そう、二来家内はどこにあるか、そう、めっちゃ面白い。で、二冊目がこちら、身近な植物図鑑って言って、はい、沖縄の植物とか、はいはい、そういう草木みたいなのが書かれてるんですけど、うん、お子さんと一緒に歩いたりとか、まあ、三神の木なんかもこう持ってたりとかして、そう、これはちょっとわからないんですけど。何図もこれは。これはわかりません。いや、わからないの。レアな本あるじゃないですか。はい。なんか手放したくないみたいな気持ちになったりしないんですか。あ、そうですね、それは結構どの本に対してもあるので。ですよね、うん、なんかそこが今ちょっとあのまだ新人、古本ではない新人なので、あのなんていうんですか、もう我が子のように、はい、もう手放したくない愛情がね。だからちょっと本当にそういう、まあ、普通にね本が読めるスペースとしても最高なんで、ぜひ